ロシアワールドカップはじめ戦を黒星でスタートし、2戦目を前に悩みの尽きない韓国代表チーム。睡眠は取れているかとの質問に、シンテヨン監督は、睡眠は、ねえないといけないよねえと、どこか寂しげに笑った。その答えと表情で、前日の結果に対する感情すべてを物語った。 シンテヨン監督率いる韓国代表は19日午後、ロシアサンクトペテルブルクでトレーニングを実施。前日、スウェーデン代表とロシアワールドカップ初め戦を戦い、01で敗れた。必勝を誓ったスウェーデン戦だったため、より悔しさが残る。しかし、まだ2戦目と3戦目が残されており、諦めるには早い。 代表チーム関係者は、当初、1時間ほどのトレーニングを考えていたが、天候が悪く、無理しないようにするとし、6時前に選手らはトレーニングを切り上げた。夕食後、昨日の試合に関連したミーティングを行う。午後ど、全員で話しそうと選手に呼びかけた新監督。また、 雨が下る練習場に残っていた記者陣に、風邪ひいちゃうよと心配して声をかけるなど、新監督らしい気遣いを見せた。